みちゃまです。ルーズリーフの使い方がわからない、勉強効率をもっと上げたい、そんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は成績が上がるルーズリーフ勉強法という話をしていきます。勉強法、このルーズリーフですね、これを使うだけで実はですね、ものすごく勉強効率を上げることができるんですね。まあ、その結果、定期テストの点数を上げることができて、最終的には高校受験の合格率もね、ぐんぐん上がっていくと思うので、ぜひ参考にしてみてください。またですね、お父さんお母さんたち、もしこの動画を見てくださっていたら、ぜひこの内容をお子さんにも伝えてあげてください。本当にルーズリーフ1枚はね、うまいこと使うことができるだけで、勉強はね、すごく効率的になるので、ぜひ親子で実践していただければと思います。はい、じゃあまず最初にですね、ルーズリーフの使い方の基本っていうところからお話ししていきます。じゃあルーズリーフどのように使っていけばいいのか、基本的にはですね、2つの使い方、これをねマスターしてください。1つ目がまとめるです。例えば何かね、大事なポイントが出てきたとします。そしたらそれをルーズリーフにまとめておくわけですね。で、まとめておくと、あとでもルーズリーフというのはね、綺麗に整理することができるわけです。国語、社会、理科とかね、いろんな教科ごとに。そうすると重要語句がまとまった、まあ、まとめファイルみたいなのを作ることができるので、あとで何度も復習することができるんですね。これがまとめるという使い方です。もう一つ、書き込むという使い方もあります。これ何かというと、ワークを覚えていくときにですね、まあ、最終的にはね、例えばじゃあ徳川家康っていう漢字を覚えようと思ったら、徳川家康って書かないといけないですよね。この書くときに普通にノートに書いてもいいんですが、まあ、ルーズリーフにねこう書いていくと、終わったやつは捨てることができるのでね、すごく便利になるかなと思います。このようにまとめると書き込む、この2つでねやっていくと最も効率的です。ただここで1個だけ注意点があります。例えばじゃあ徳川家康を覚えようと思ったときに、普通にワークにね、徳川家康の問題って多分書いてあると思うんですね。で、それをそのままルーズリーフに綺麗に写して、なんかね、作っちゃう、覚えるためのなんかノートを作っちゃうとか結構います。これはね、絶対やめてください。なぜなら、そもそも覚えるときっていうのは、学校の問題集とかそういったワークをね、そのまま使って覚えていくわけですね。だからこれをもう一度自分なりにまとめていくっていうのはね、これただの時間の無駄なので、まあ何をじゃあまとめるかっていうと、ワークに載っていないもの、例えば、模擬試験出てきたちょっとした問題とか、テスト、定期テストで、解いたけど、なんか解けなかった問題とか、そういうワークには載ってもいないものだけをまとめていく。ここはね、大事なポイントになります。はい、じゃあ次ですね、まとめるときのポイントっていうね、お話をしていきたいと思います。じゃあどのようにまとめていくのか、これもね、大事なポイントがあるんですが、基本的にはオレンジペンを使っていくようにしてください。どういうことか、大事な部分はオレンジで書いておいてですね、で、そうすると赤下敷き載せると消えますよね。こういう感じで大事な部分はすぐに赤下敷きを載せれば覚えられるようにしていくってことが大事です。もちろん緑ペンで書いて、緑色の下敷きを載せて覚えるとかでもいいと思います。結局ですね、まとめるっていうのは自己満足で綺麗なものを作っていくっていうわけじゃないんですね。何度も繰り返しとくことで覚えるためにまとめていくわけなので、このあたりのね間違い、ぜひ犯さないようにしてください。はい、次に書き込む時のポイントっていう話をしていきます。はい、じゃあですね、実際にこうね、書いて覚えていくっていう時ですね、この時のポイントもあるわけです。これ何かというと、もうひたすら書かないってことですね。徳川家康を覚えようと思ったら、徳川家康、何度も書いてね、覚えようとする子がいますが、まあこれは手が疲れるだけなのでね、基本的にはやめてください。基本的にはワークを解く時にただ使うだけなので、別に、例えば問題を読んでね、徳川家康が分かったら徳川家康って書くわけですね。もう分からなかったらすぐに答えを見てね、で、徳川家康ってこういう風なんだって感じで覚えればいいわけです。なので最初から徳川家康何度も書いて覚える。これは間違った使い方なので注意してください。はい、で次にルーズリーフをなくさないコツ、これについても詳しくお話ししたいと思います。じゃあどのようにルーズリーフ管理していけばいいのか、まあ、いろんな管理方法あるんですが、やってしまいがちなミスがですね、ファイル、なんかこれぐらいの四角いね、なんか透明なこうプラスチックのファイル、これの中にとりあえずこう入れていくって子結構います。これはねやめてください。なんでかというと、ファイルの中でねぐちゃぐちゃに順番になってしまうので、結果的にこう見直すときにすごく不便になっちゃうんですね。なので基本的にまとめるときは
は、リングファイル。まあ、こうね、なんか、リングがこうできていて、パコってこう開いてね、この中にルーズリーフを挟み込んで、カチッて閉じるみたいな。こういうファイル、今100均にもたくさん売っていますので、まあ、こういうものを使ってまとめていくといいです。まあ、その時に、例えば、教科ごとにまとめるとか、あとは、習った時期ごと。例えばね、これは1学期に習ったもの、2学期に習ったものって感じで、時期ごとにまとめるとか、そんな感じで自分なりに使いやすいようにまとめていくと、より成績をね、上げやすくなるかなと思います。はい、ということで今回はルーズリーフを使った勉強法について詳しくお話ししました。もう少し細かい説明、いろんなテクニックがあります。このあたりについては私のホームページに詳しくまとめておりますので、よかったら詳細欄からホームページもチェックしていただければと思います。